はい、こんばんは。今竹芝桟橋来てます。9月10日金曜日、時刻は2時41分、23時サルビアーマールに乗ります。で、まあなんと無謀なことか今日金曜日の昼間まで決断してなくて今日の昼、金曜の昼に決断して、で予約、ところが予約システムはシステムダウンということで、切符買ったのはついさっき22時40分です。でこれで式根島に今回は行ってきます。日帰りの旅です。神津島じゃない式根島、式根島に着きました。式根島着いて、すぐに、レンタルサイクル屋さんで自転車借りました。で、今は神引展望台かな、読み方もよくわかんないしちゃんと覚えてないけど神引展望台に向かってます。今多分正面見えてるとこだと思うんですけれど、はい、神引展望台の駐車場のところに着きました。ところに着きました。家なんかね、いきなり階段息が切れる。息切れ、辛い階段すごい景色はすごいです。画面中央が多分豊島で、大きい島が見えてるのが新島です。でぐるっと回って神津島、歩くって聞いてないよねいや階段でも辛いのに、こんな石の上歩く疲れ切っちゃう。何が方角石でいいの、それを見に来たつもりなんだけどね、どこにあるんだよもうちょいちゃんと調べてくれよかったな、こんな歩くなんて。
もうなんか石だけのとこで道なんだか道じゃないんだかよくわからない。この後ろ歩いて、いや歩けなくはないけどね、行っていいのって感じのところを来て、ようやく大垣石らしきがある。いやすごいね、島の景色はね。島が小さいからね、ぐるーっと回っちゃうよ。あの銚子の地球の丸く見える丘みたいな状態ですね。ほぼ地平線的なのがぐるーっと、まあそうでもないか。ちょっと山が遮ってるけどな感じです。これだ、これだよ、これ、これを見たかっただけです。何指してんだろうな、これ分からない。何を指してるの、ただ東西南北、いや違うよね、あっちが東、あーでもそうなのかな、東、あじゃあこれが北か、あ、ねって書いてあるのか、プラスじゃないのか。こかな、ね、ね、ね、ウシトラのねかな、多分多分ねが北を指してるんじゃないかなと。太陽が今朝8時40分だ、まだ東寄りって考えるとねが北を指してる感じです。いやここね、地図には道2つのルート書いてあったんだけどね、全然どこから降りればいいんだか分かんない。ここ上がってくるのも別になんとなく道っぽいような道っぽくないような石のところを来ただけでね、で別なルートはそこら中にありそうでなさそう。帰れないじゃん、来た道で戻るしかないね、これ。はい、ここで重大報告があります。現在8時56分、式根島に着いてまだ1時間経ってないんですけれど、なんと大変なことに熱中症です。脱水症状、もうダメだ、辛い、うわ、いや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 辛い、暑い、いやあれだよね、東京がね、東京がって言ったらここも東京なんだけど、都内、いや都内、都内、ここも都内、内地、内地、本州、本州の東京がね、ここのところね、結構涼しかったでしょ、涼しいでは寒かったよね、だって10月中旬並みとか言ってたもんね、昨日ちょっと暑かったのね。その涼しい寒いに慣れちゃってたみたいだね。いや8月に来た時とかよりもひどい、めっちゃめちゃって、自転車だからっていうのもあるかもしれないし、今歩いたのは当然だけど、いやまさかの熱中症ですよ、くらってき、立ちくらみきました。いや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 、ちょっと休憩、木陰で休憩、もう午前中の予定がねめちゃくちゃ、まあ、ちょっと後で事情を言うか言わないか言うか言わないか。昨日のあの東海汽船システム障害に起因して、ちょっとね今日スケジュールがいろいろめちゃめちゃ狂ってます。式根島の今回はちょっとその東海汽船の、システム障害っていうことで例外的だったんですね。あの改めて説明すると、システム障害のためにまず昼予約が取れませんでした。で予約が取れなくて、その時の受付した女性が、早めに来てさえいただければチケットは窓口で買えますのでっていうことでした。でその時にねチケットが買えませんなんて話は一切なかったんです。その時はそういう状況じゃなかったのかもしれないですけれど、
で居酒屋に行ったら行きのチケットしか売ってくれなくて、それですぐ聞いたんですね。そしたら帰りのチケットは売ってませんと。でただその島の方に、式根島は神津島一緒なんですけれど、島のルールがあって、現在そのコロナのために宿泊予約がない人をまず原則上陸許さないというか、基本的には日帰りで帰ってもらいます、北船で帰ってもらいますっていう対応をしてます。で日帰りの場合は日帰りのチケットを取ってるのが前提条件になります。で島に着いた時に帰りのチケット持ってますかって聞かれて、帰りの便を聞かれてっていう感じです。それでね、じゃあそれで上陸できんのっていう話があるわけですよ。なんで心配、それを知ってるから心配で、窓口で日帰りの場合は帰りのチケット持ってないと島入っちゃダメですよねっていうのを聞いたんですよ。帰りのチケットは買えるので、島の、帰りのチケットは式根島の方で買えるので大丈夫です。でその旨を島の人にも伝えていただければ大丈夫ですっていう話だったんです。で、まあ、結果的に言うとそのチケット買えたんですよ。この通りね。なんですけれど、窓口のおばさんが不安なことを言ってえ、チケット大丈夫かしらって、窓口2人おばさんいたんで、2人でそういう話を始め、一瞬というかしばらくそういう話があって、で、まあ、結局取れたんですけれど、でその場はそれで済んだんですよ。済んだんですよって、まあ、結果的に済んでるんですけれどそれがですよ、今回はほぼ満席でした。いや、まあ、自分の隣は座ってないし、まあ、それでも秋はあったんですけど、その夏の状況よりははるかにいっぱいだから、ちょっと怖かったなと思いますね。東海汽船さんの方が OK でっていうことを言っていて、で当然島と連携は取ってるはずだと思うんですけれど、とはいえそれ信じて、でもしですよ、チケット買いに行くのがもうちょっと遅かったら、その乗るタイミングで買えばいいやと思って行ったら、ひょっとしたら買えなかった可能性もある。でもし買えないと、その日便、その便で最後なんで、島に残らなきゃいけなくなる、まあ、そういう時にね、まあ、島の人がうまく対応はしてくれるのかもしれないですけどね。基本は当日宿泊予約は当日ダメなんですよ。それもルールなんで、ちょっと怖かったなと思いますね。中野浦海水浴場に来ました。8月1日に来て以来1ヶ月と10日ぶりです。
式根島の炎天下の困りごと、いや今ちょうど雲かかったけど、いや炎天下でね、暑くて暑くて、本当はね海見ながら弁当食ってそのまんま海見ながらぼーっとしようと思ったんだけど、もう暑すぎてね、いやもうペットボトルも一気に減っちゃったよっていうぐらいで、もう脱水症状になる手前とかになっちゃうんでね。で、ちょっと多少気があるんじゃないかなと思ってきたとこがここ、温泉に向かってます。海の温泉です。もう疲れちゃった、とにかく。で、今11時43分で、1時半にはレンタサイクル戻して2時5分の船に乗る予定なんで、まあ遊ぶのが1時まで、そうするとあと1時間15分ぐらい、微妙な時間になっちゃってね、本当はもう一回飯食った後海行ってシュノケリングって思ってたんだけど、かなり微妙な時間になっちゃったんで、どうしようかなと。はい、なんとか温泉着きました。何温泉だったかなちゃんと見ないで来ちゃったここが温泉かな、ここが温泉だね。いや多分入れないよね今どうな。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。